海外の反応チャンネル、素敵な日本にようこそ。皆さんお疲れ様です。パーソナリティのはるかです。いつもご視聴いただきまして誠にありがとうございます。今回のテーマは、何なのよこの清潔感は。100年前の日本の日常を収めた写真に、世界の外国人から衝撃の声が殺到した意外な訳とは？でございます。今から約100年前の1908年、明治41年、当時の日本人はどのような暮らしをしていたと思いますか？ドラえもんのタイムマシンでもなければ知り得ないことのように思えますが、実はそんなこともないんです。今回ご紹介する一連の写真は、ドイツ生まれのアメリカ人写真家アーノルド・ジェンスが1908年、明治41年に半年間日本に滞在した際に、当時の日本の街の風景や市井の人々の日常を撮影したものです。当時の日本でマリは一般的な遊び道具であり、多くの子どもたちが日々遊んでいました。服装も現代とは違い、和服が主流となっているのがわかるでしょう。町には薪や炭に行灯があり、夜はそれらを使い町を照らしていました。当時の東京の人口は約300万人。日本全体でも5000万人ほどとなっていて、現在の日本の半分くらいの人口だと言えるでしょう。上記の写真も含め、ジェンスが残した写真はアメリカ議会図書館に引き取られ、ジェンスコレクションとして約2万枚に及ぶ写真がインターネット上で無料で閲覧可能になっています。日本で撮影された写真を大手アート系サイトが Facebook 上で何度も投稿しており、美しい写真群にコメント欄には海外から多くの驚きの声が寄せられています。当時の日本で撮影された写真とそれを見た外国人の反応コメントをまとめました。その反応の一部をご紹介いたします。皆さんどうぞご覧ください。海外の反応。うわー、いい写真ばかり。平和な雰囲気に包まれてるね。オランダ。約100年前の日本を垣間見るには十分すぎる写真群だ。イギリス。こんな貴重な写真が普通に残されてるなんてすごい。コスタリカ。大都市の写真ではないけど、それがまたいいね。どれも小さな町で撮影されたもののようだ。アメリカ。生活のシンプルさがうかがえるのが一連の写真の一番素晴らしい点だと思う。今とあまり変化のない街があるのも興味深い。自分たちの歴史と文化を大事にしていることがわかるね。そういう写真や映像はいつ見ても素晴らしいものだ。国籍不明。オーマイガー、どこの世界でも当時の生活はそう変わらないのね。ベルギー。こっちの街並みにこれくらいの美しさがあれば喜んで写真を撮ってもあるのにな。イギリス。僕を魅了する日本に関する物事はたくさんあるけど、彼らの深く豊かな歴史はその一つだ。アメリカ。わかる、俺もそう思うもん。それと素晴らしく深い文化も日本の魅力の一つ。アメリカ。
別世界という表現がとてもしっくりくる。カナダ。明治の日本をこうして見られるなんて素敵なことね。ブルガリア。面白いことに、海水浴場に立てられているサインは、左側にあるものは右から左に読むように書かれていて、右側にあるものは左から右に読むようになってる。国籍不明。日本は昔から最先端だったのね。ブラジル。これが約100年前の日本人の日常なのか。変化の大きさにびっくり。メキシコ。おお、素晴らしい。アーケードの作り方がほんと興味深い。アメリカ。こんな昔から街並みや通りに清潔感があったのか。トルコ。1908年に電気が通ってたなんて知らなかった。興味深い。路上で撮影された写真のいくつかの光景は現代の日本でも見られるものですね。オランダ。100年以上前から日本人が海水浴を楽しんでいたなんて。アメリカ。日本やっぱいいな。いつかあの国に行って住んじゃいたい。スペイン。どの写真も本当に素敵。日本のどのあたりで撮られたものなのかが気になる。イギリス。電柱がなければ最高だったのにと思ったのは俺だけだろうか。フランス。この写真には日本の魅力が詰まっているように思う。バングラデシュ。海水浴場を男女で分けてたのが面白いな。アメリカ。約100年前に撮影されたものだなんて信じられん。画質もインスタで見てる写真と変わらないし。アメリカ。約100年くらいだとそう大きく変わらないものなんだな。アメリカ。俺は文化を筆頭に日本に関連することほぼ全てを愛してる。要は俺はあの国のことの大ファンなんだ。でも問題点だってある。多くの人は日本が世界一理想的な国だと考えてるけど、まだまだ改善しない点はあるんだ。ブラジル。日本は世界最高の国だよ、間違いなく。何も科学技術の面だけで言ってるんじゃない。彼らの考え方は世界の先を行ってるし、未来を見据えてる。チリ。1908年の日本に行っていろいろ見て回りたいぜ。イスラエル。私は日本人を尊敬してる。私の国も日本と同じかそれ以上に発展できればって思ってるんだ。チリ。私も日本に行って日本に住みたい。素晴らしい国だから。スペイン。美しい国だって改めてそう思ったよ。フィンランド。アニメの影響もあって日本が好きです。それだけじゃなくて日本人は素晴らしい思想を持っているし、日本人の考え方には驚かされてばかりなんだよ。それに日本は先進国だし、望ましい形で平和を求めてる。メキシコ。写真の人たちが履いている靴は何なの？そこが高い。あれは木でできてるのかな？インド。つまりこれはロシアとの戦争直後に撮られた写真ってこと？日露戦争の写真は残ってないものなの？イギリス。こんなの恋に落ちない方がおかしいでしょ。
ハート、スペイン。約100年前だってのに、なんだよこの清潔感は。マレーシア。日本はすべての国の模範となる国だ。メキシコ。正常さを大事にするのは日本の文化だから。綺麗なのは映画の中だけじゃないよ。国籍不明。文化の違いってのはこういうところによく現れるもんだ。マレーシア。どの写真にも素晴らしい美しさがある。こんなに興味をそそられる写真はめったにないよ。アメリカ。最後までご視聴いただきまして誠にありがとうございます。よろしければチャンネル登録お願いいたします。